waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in.数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は、息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。これは貴様の兄ラディウス。そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子ゴハンを連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士、来週。二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た。待ってたろ、オラの子取り消しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってるの？身のほど知らずとはこのことだ。勝負ってのはただ強かいいっちゅうもんじゃねえさ。こっちは作戦があった。こうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぜ。ああ、見えたな。今やるしかねえ。ご飯はオラが助ける。
算したな。尻尾つかんだぞ。コロ、今だ。かかろっと。貴様たった一人の兄を殺す気か。うせえ、おめえみてえなひでえやつは兄貴じゃねえ。わかった。この星から引き上げる。心を入れ替えた。騙されんなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、助けてくれ孫悟空。貴様のような間抜けは珍しいぞ。そらそら、もっと苦しみ。うわと準備していたの。かつてピッコロより勝利を収めた孫悟空は息子ご飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、ピッコロの前には圧倒的な力を持った異星人が突如現れる。俺は貴様の兄ラディッツ。そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の狂戦士族サイヤ人だ。今二人の前にかつてないほどの強敵が立ちはだかるのだった。共通の大敵。
人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た。待ってたろ、オラの子取り消しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってるの？身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ抜かすのはそれぐらいにしておくんだな。こうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。くそったれ。あと二人のサイヤ人はさらに強いってのか。どこに行ってる。バカめ。バズリンキンマー。ほどうや。やるな。バカめ。バカめ。珍しいぞ。そらそら、もっと苦しみ。うわあ！準備していたの。俺は遠慮などせんからな。貴様も一緒に消えてもらえりゃ俺にとっては最高だ。